皆さんこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ドラクエ12なんですけども、皆さんどうなってると思いますか？今年ね、ドラクエの3の HD2D リメイクはですね、浅野チームの浅野さんがね、なんかちょっと出せそうな気がする、ドラクエ3 HD2D リメイクとは言ってないんですけども、何かしら出せそうな気がするって言っていたので、まああれはドラクエ3じゃないのかなと思うんですが、問題のこのね、ドラクエ12というナンバリング、最新作なんですよね。でまあスクエニが今復活できるのか、信頼とかね、いろいろあるんですがね、炎上したんで去年、復活できるのかっていうお話と、スクエニのねプロデューサーがですね、とある発言というかインタビューでね、とあることを言ってるんですよ。それがちょっとネットで話題になったということで、そこら辺の話にちょっとねしていきたいなと思います。動画ね最後まで見てもらってですね、皆さん感想などぜひねコメントで教えてください。それではですね、早速やっていきましょう。ということでですね、その話題になったら記事というのが、ファミ通の年末ですか、12月29日ぐらいなんですが、クリエイター、こう今映ってると思いますけども、ゲームクリエイター163人に聞いた2024年の抱負ということで、これでですね、各いろんなメーカーのね、プロデューサーの方がいろんなことを言っているんですよね。この中で、これね、他の動画にもちょっと取り上げたんですが、ちょっとこれだけちょっと今回話したかったので、いや、実際どうなんだなと思って、みんなの声もね、ちょっと見たかったので、ちょっと語っていくんだけど、でね、この方です、こちら。犬塚大地さんということで、こちらね、スクエアニックスの方なんですが、この方がですね、ドラゴンクエストモンスターズシリーズのプロデューサーということで、ジョーカーシリーズとかこの方なのかな？とにかく、モンスターズシリーズのもう超偉い方なわけですよ。で、下にですね、書いてあるのが、2022年ドラゴンクエストトレジャーズ、アーク瞳と、オザの羅針盤のプロデューサー担当ということで、これ若干ね、って、ね、ちょっとね、いろいろ言われた作品ではあるんですよ。僕もね、やりましたけど、それなりに面白かったんですが、で、この方がね、言ったこの記事に答えた内容がちょっと少しネットでちょっとざわつかせたということで、どんなことを言ったのかというと、こちらあの何でしたっけ、キーワードと初心とか抱負とかね、言っているんですが、キーワード初心に戻りましょうということで、これちょっとね、ちょっと意味深かなと僕は思っているんですが、さあ抱負です、いきます。こちらですね、今、ネットでちょっと話題になったんですが、スクエアニクスとドラゴンクエストの大逆風に対して何をすべきか、何ができるのかということで、これちょっと結構言われたんですよ。結構なんですか、突っ込んでくんなみたいなね。結構これ言ってもよかったのかなって俺思ったんだよね。結構言って、だってスクエニがちょっと認めちゃったわけじゃない、最近のスクエニに対してのっていう、ユーザーの気持ちみたいなことで、これ言っちゃいけないのかなって思いませんね。でも言っちゃっていいんだ、ファミ通に載せていいんだっていうので、ちょっと僕もびっくりしたし、調べてみたらね、これに対する記事結構あったんですよ。ね、で、僕的に思っているのが1個、とにかくです。スクエアニックスとドラゴンクエストって言ってるんですが、ドラゴンクエストに大逆風って起きてんのかなと思って。スクエニのやり方に対しては結構ね、スマホゲーム乱発とかでいろいろ分かる。ドラゴンクエストって最近あります？いや、1個だけなんですよね。その発表から2021年にドラケス HD2D リメイクと、ドラケ12ですかから何もないっていうのは分かるんだけど、スクエニに対しての大逆風は分かるんだけど、僕らのドラゴンクエストに対してはそこまで逆風あんのかなって、モンスターズ3がね、若干ちょっとグラフィックがどうこうってちょっと荒れましたけども、ちょっとなんかそこら辺ね、ちょっとね、あれですよね、ちょっとどうなんだろうってちょっと思うじゃないですか。ということで、これのね、記事に対するね、ちょっとネットの反応を皆さん一緒にね、見ていきたいなと思います。ちょっとね、痛烈なものがありますので、皆さんね、心して聞いていただきたいなと思うんですが、まずはこちら。いやいや、勝手に風が起きたみたいに言ってるけど、間違いなくお前らがドラクレを冠した、クズタイトルを量産し、金儲けしてた結果だからね、ということで、こういうイメージがね、確かに今あるのかなと思います。ちょっと言い過ぎなところありますけども、やっぱこれの愛情の裏返しなのかなということにですね、スケエニックさんですか、ちょっと気づいた方がいいのかなと思います。で、続きましてこちら、今からでもスクエアとエニックスを分離しないかということで、そうなんですよ、いや良くないんだけど、そうなんですよ、よくよく考えたらドラクエは結構売れてんだよね。情報が来ないだけでドラクエは売れてんだよね。で、AAA タイトルってあるじゃないですか、スクエニの。最近で言うと16ですか、今年での16ですか。
どうだってあれだってどれぐらいですか、50億とか100億とかかかってるような気がするし、でフォーストークンって言って今年発売されて130億円かけて210億ぐらいしかペイできなかった100億円ぐらい赤字になったというとんでもない2023年の話なんですが、それはもうどっちかというとスクエニかまじじゃないですか。スクエニ側の話であって、エニクス側の話ではない。いや同じ会社なんだけどね。だドラクエがちょっと低予算になってるのもやっぱそこら辺にね、お金取られてるのもあると思うんでね、どう考えたってトレジャーって低予算でしかなかったじゃないですか。もうどう考えたってで、モンスターズスリムどう考えたって低予算だったでしょ。なのでこれを言いたい気持ちもわからないかなとは思います。そしてこちら次これなんですが、大の大木の株式売騙し売りがひどかったということで、まあ、騙し売りってほどではなかったんですが、もともと生放送にもね、そういう紙芝居的なところ映ってたとか映ってなかったとか一撃話題になったんですが、まあそれはまあね、あれはやった人もそう思ったし、やってなくてネットの評価だけ見ると大の大暴言は、確かにひどかったかなと、2023年の中で一番結構ひどかったのかなとは僕的には思っておりますということで、まあ次に受けましてね、最後はちょっとこちらなんですが、逆風というか当然の流れではということで、あまりね正論をぶつけると泣いちゃうんじゃないかってそうなんですよね、そうなんです。まあこれだけじゃないんです実際問題。もうまあドラケンに関したら2021年から何もないというね、ドラケン 3HD2D リメイクと、ね、ドラケン12の情報がないというので、まあ、これが問題だと思うんですよね。これはやっぱトリプル A タイトルに人員を割かれているので、こっち回ってこないとかね、予算の関係とか人員の問題があるのかななんて思ってはいるんですよね。ちょっと難しいところだよね。でですね、私ちょっと考えました。はい、これが今逆風ということで復活するためにまず急なものってやっぱダメだと思うんですよ。なので私ね、ドラケネの動画を8年ぐらい出してきてですね、最近こんなことばっかり言ってるこの僕がですね、ネットの反応でなんだか見てきた僕がですね、速攻性のある対処法をまず発表していきたいなと思います。いっぺんにいきました。またこちらですね、今発表してる作品の続報を今すぐ出す、もう間違いないと思います。これです、はい、で続きまして、ファンが待ってる作品を出すと明言する、これでいいと思うんだよね。天空シリーズ、まあ、簡単とは言わないんだけど、ピクセルリマスターではないんだけど、例えばスイッチに出しますよとかアナウンスだけでも、まあ、僕はちょっとね、どうしてもドラクエが好きなので、ちょっとね、どちらかというとエニックス寄りの話にドラクエばっかり言ってしまうんだが、まあこれは別に他の作品でもまあいいと思うんだよね。ファイナルファンタジーの9とかリメイクしますよっていうのも目玉になると思うし、ね、たびたびね、ちょっとね、ドラクエの9もそうなんだけど、リメイクするとかね、話があってもしますっていうだけでも盛り上がると思うんですよ。で、HD2D リメイクにクロノトリガーを入れるということで、もうこれでいいです。で、クロノトリガー、なんでこれ HD2D の話にクロノトリガーが出るかというと、浅野チームさんが他の動画で言ったんですが、オクトパストラベラー去年出た時に、なんかリメイクしてほしいのありますかって、浅野チームってのは HD2D を使ってるゲームを作ってる、ね、チームなんですけども、オクトパストラベラーとかね、でそこで言われた時に、まあクロノトリガーが一番、多かったというお話なんですよ。なのでとにかく今発表してる作品の続報を今すぐ出す、ファンが待ってる作品を出すと明言する、ドラクエ9、ファイナルファンタジー9とか、ね、リメイク何でもいいです、もう何でもいいです、はい、リメイク何でもいいです、もうすぐ出す、 HD2D リメイクにクロノトリガーを入れる、もうこれしかないです。スクエニさん、行きましょう、これです、もうまずはこれで頑張りましょう。もうこれでもう1点のために、そしてドラクエの12、ドラクエ3HD2D リメイク、そこ出すと、頑張って出すと、これでもうちょっとどうにかなるのかなと。ただね、ドラクエのファイナルファンタジーのリバースですか、7のあれがね、ちょっともう来月が発売するんで、ちょっと人員が少しこっち回ってくるんじゃないのかと思ってるんですが、あの作品ちょっとですね、なんと3部作なんですよ。もういや終わりが見えないというか、すごいことになっているんですよ。ということでですね、それを含めて、じゃあドラクエの12なんですけども、続報が出ない理由って今なんて言われてんのかなっていうのがいろいろ言われてるんですが、こちらになります。はい、ドラクエ12のですね、続報が出ない理由ということで、言われてるとにかくこれですね、スイッチ2待ちなんじゃないのかなという、そしてですね、もう一つが作ってすらいないということで途中でね、
開発が難航してて難しくなっちゃってんじゃないのかみたいな、ダークなドラケにした結果、これね、なんでねそうなったかっていうと、でもファイナルファンタジー16かがですね、最新作がちょっと暗すぎてって叩かれたんですよ。画面も暗いし物語も暗いしみたいな言われたんで、ちょっとそれでダークなドラッケってダメなんじゃねえのっていう風になったんじゃないのかっていう説が実際とあったりしたりとか、いろいろこと言われているんですが、ちなみにこのスイッチ2待ちっていうのはまあどちらかと責任転換に近いのかなと思います。いやできてるんだけど、もう認定の待ちなんだよっていうので、どうですかね、希望をつなぎ止めているというか、そんな感じもあると思うんですが、まあスイッチ2待ちだったらね嬉しいですね、もう盛り上がると思いますね。ということで、まあそれ最後なんですが、ちょっとねヤフコメでね面白いのがあったんですよ。ちょっとこちらちょっとね、ちょっとご紹介していきましょう。こちらなんですが、ドラクエの12はですね、なぜ、2年前に、これ去年の5月のだったんですが、ドラクエ12はですね、なぜ2年前にちょっと情報が、出してそれっきりなんですか。そんなに待たせるなら発売する1年近く前にでよかったんじゃないですかというね、土星論パンチなんですが、それに対するアンサーですか。スクエアにはですね、そういう会社 FF15 なんて発表からですね発売まで10年以上かかってますから、2年程度で文句言うのは間違いですというか。そうですよ、忘れましたね、ファイナルファンタジーの15っていうのは確かなんだっけ、バルサスかなんかだったんでしたっけ、最後なんかいろいろありましたね。あれね、発表が10年かかったんだよ。途中でなんか13のバルサスがなんだっけ、よう分からんけどなんかバージョンアップして15になったんで、あれめちゃめちゃ盛り上がったんですけどね。ということでですね、まあスクエニもそうなんですが、ドラケンもそうなんですが、まあ延期の歴史というのがありまして、でちょっと怖いのがネットで言われてるんですが、発表、今から発表されて発売日が決まっても延期っていうのもあるんだぞっていう声もありますので、ちょっとまだまだね時間かかるかもしれませんが、まあこんな感じですね。まあどうしたらいいのかなということで、スクニさんでまずね、今ですか、出てる情報、12の情報、もうどこまでか、もう今こんな感じなんですよ、まあ、はっきり言った方がいいと思います僕も。はい、でドラケシレ1日でリメイク、浅野さんなんで、浅野チームなんで、今年必ず確実に来ると思うので、どうなんですか、ね、多分来ると思います。はい、他の動画で言ったので来たら来ると思うんですが、まあ、そこも含めてですね、とにかくちょっとねスクエニが復活できるのかというお話だったわけなんですが、皆さんどうですか、この動画見てもらってですね、スクエニどうしたらいいのか、どうやったら復活するのか、ぜひですね皆さんコメントで教えてください。こういうねなんか情報交換じゃないですけども、意見交換とかやってもいいのかなと、思っております。とにかくですね、今年は12が出ることを僕は続報が、出ることになっておりますということで、今回はですねこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ならばよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。